江蘇省徐州市にある工場で2日、大火事が発生し、煙が工場の上空に充満しました。徐州市政府は、2日午後4時50分ごろ、徐州市警戒区、金峰路西側の工事現場で、火災が発生したと発表しました。夜10時20分にようやく鎮火でき、閉じ込められた7人は全員救出されたが、5人が死亡し、2人は軽傷を負ったとも発表しました。ネットユーザーが投稿した動画によると、工場の現場には炎が立ち上がり、もうもうと工場の上空へ昇る煙が空を覆い、巨大なキノコ雲のように見えました。中国メディアの報道記事によると、火事が発生した工場は光原新材料有限公司に所属し、同社は2022年5月12日に設立され、主に新材料の開発を行っているといいます。同工場は、同社の開発プロジェクトの一環として、新たに建設された工場であり、同プロジェクトは徐州市が2022年に投資した、唯一の100億元を超えた開発プロジェクトでした。